こんにちは、辰野のヤギショイです。今日は、淡路島にやってきました。淡路島にある、大鳴門橋記念館さんの中にある絶景レストラン渦の丘さんですね。こちらでカツオ醤油を使っていただいておりまして、今日はそのカツオ醤油を使っていただいている、島の漁師飯、淡路島サワラの茶飯を注文してみました。淡路島の、サワラのたたきですね。たたきは島の塩で、そして、このようにたたきと生サワラをよそってご飯にのせて、醤油で絡めた島のワカメにのせてサワラ丼ですね。そして今度は、薬味をのせてだしをかけて茶飯として食べる。セミと、ハラミですね。それからシメサワラですね。こちら今だしを沸かしてます。そしてみょうがと海苔の薬味ですね。こちらがハラミで、こちらがセミですね。生です。そしてこれが玉ねぎの切り干しですね。酢で味付けがされているそうです。そしてこれがカツオ醤油ですね。こちらも生のサワラですね。セミとハラミを乗せてみました。そしてこちらがシメサバですね。シメサバは塩で、こちらも塩で食べます。そしてこちらがメカブですね。メカブレモン、これをお酢で、つけたそうです。こちらのだしを、どんどんかけて食べてみたいと思います。渦の丘大鳴門橋記念館の、絶景レストラン渦の丘さんですね。絶景レストラン渦の丘さんですね。ぜひよろしくお願いいたします。こちらから見える景色が、向こうに見えているのが、四国ですね。四国で、島